おぎゅうそらい、おぎゅうそらい、おぎゅうそらい、聖か名遣い、おぎふそらい、漢文6年2月16日、1666年3月21日、教法13年1月19日、1728年2月28日は、江戸時代中期の儒学者、思想家、文献学者である。名は、字、実名は、茂げ教で、字としては、模型、実名としては、 しげのりと読む。通称は、と合し、一説では、ソ来が正しいとする、また、とも合した。ソ来の合は、死境、ソ来の松に由来し、松がしげるの意味である、しげる教ともに松に関する名であることが指摘される。本性は、もののべしで、ものしげる教とも合した。父は五代将軍、徳川綱吉の爺、い、おぎゅうかげあき。弟は、徳川義宗のじいで、 名正し研究で知られた、お牛ホッケー。その弟の影響を受けて、を表している。江戸に生まれる。幼くして、学問に優れ、林春斎、林宝庫に学んだ。しかし遠方7年、1679年、当時立林藩をもだった、徳川綱吉の怒りに触れた父が江戸から放築され、それによる秩序に伴い、14歳にして、家族で、 母の故郷である、上佐国長江小里元治村、元、茂原市に移った。ここで主要な岩石、和書、仏典を13年余り独学し、後の学問の基礎を作ったとされる。この上佐時代を解雇して、自分の学問がなったのは、南宋の力と述べている。元六五年、1692年、父の斜面で共に江戸に戻り、ここでも学問に専念した。 芝増上寺の近くに塾を開いたが、当初は貧しく食事にも、不自由していたのを、近所の豆腐屋に助けられたと言われていい、空豆腐三照。元六九年、千六百九十六年、将軍、綱吉側近で幕府側用人、後野に抜擢され、吉安の領地の川越で十五人ぶを支給されて、彼に仕えた。後五百国取りに火蔵されて、 柳沢邸で高額、並びに、政治上の諮問に答えた。将軍、綱吉の知己も得ている。吉康は、法営元年、1705年に、甲府藩主となり、法営7年、1706年にソライは、吉康の命により海の国を見分し、気候文、風流史写記、海中気候として記している。法営6年、1709年、 綱吉の死去と吉安の失脚にあって、柳沢邸を出て、日本橋場町に居を移し、そこで私塾を開いた。やがて空江派という一つの学派、県園学派を形成するに至る。なお、塾名の県園とは、塾の所在地、茅場町にちなむ、隣接して、宝井企画が住み、梅が、荒野隣は、お牛荘衛門の区がある。教法7年。 1722年以後は八大将軍、徳川吉宗の信任を得て、その指紋に預かった。追放刑の負荷を述べ、これに変えて、自由刑とすることを述べた。合端で自ら頼むところ、多く、中華趣味を持っており、中国語にも堪能だったという。多くの門弟を育てて、教法13年、1728年に、死去、教年63。母書は、 東京都港区三田四丁目のにあり、昭和24年、1949年に国の史跡に指定された。朱子学を憶測に基づく虚毛の説に過ぎないとカッパ、朱子学に立脚した古典解釈を批判し、古代中国の古典を読み解く方法論としての古文人学、権威学派を確立した。また、柳沢義康や八大将軍、 徳川吉宗への政治的助言者でもあった。吉宗に提出した政治改革論、政断には、空の政治思想が具体的に示されている。これは、日本思想史の流れの中で政治と宗教道徳の分離を推し進める画期的な著作でもあり、この後、形成思想、形成論が本格的に生まれてくる。標本にも詳しく、孫子国事会を残した。 卓越した、孫子の注釈書と言われている。阿公事件における、阿公老子の処分裁定論議では、林宝庫をはじめ室久宗、浅見掲載などが賛美除名論を展開したのに対し、空来は、義子切腹論を主張した。空来義律書と呼ばれる文書において、義は己を潔くするの道にして法は、天下の菊くなり、礼をもって心を制し義をもってことを制す。 今四十六し、その主のためにあだを放ずるは、ゼザ村いたる者の恥を知るなり、己を潔くする道にしてそのことは、よしなりといえども、その等に限ることなれば筆強は、私の論なり。そのゆえんの者は、元ぜ、長乗り、電柱をはばからずその罪に処せられしを、またぞろ、切らしをもって、あだとなし、抗議の免許もなきに騒動をくわがてること、法において許さざるところなり。 今四十六子の罪を決せしめ、侍の礼をもって切腹に処せられるものならば、上杉家の願もそらからずして、彼らが忠義を経いせざるの通り、最もっとも口論と言うべし、もし四論をもって口論を返せば、これ以後天下の方は立つべからずと述べている。落語や講談、老曲の演目で知られる、ソライ豆腐は、将軍の御用学者となったソライと、 緊急時代のソライの恩人の豆腐屋が、赤狼浪子の打ち入りを契機に再開する話。江戸前落語では、ソライは貧しい学者時代に空腹のために金を持たずに豆腐を注文して食べてしまう。豆腐屋は、それを許してくれたばかりか、貧しい中でソライに支援してくれた。その豆腐屋が老子打ち入りの翌日の大火で焼け出されたことを知り、 金銭と新しい店を豆腐屋に送る。ところが、義子を切腹に導いたソライからの施しは、江戸っ子として受けられないと豆腐屋は、突っぱねた。それに対してソライは、豆腐屋殿は貧しくて豆腐をただ食いした自分の行為を、出世払いにして、盗人となることから自分を救ってくれた。法を曲げずに情けをかけてくれたから、今の自分がある。自分も、学者として法を曲げずに老子に、 最大の情けをかけた、それは豆腐屋殿と同じ。途方の通りを説いた。さらに、武士たる者が美しく咲いた以上は、見事に散らせるのも情けのうち。武士のたちは、敵のために、消灯は、自らのためにある。と武士の道徳について語った。これに豆腐屋も納得して、贈り物を受け取るという筋。老子の切腹と空へからの贈り物をかけて、先生は、 発死のために自腹を切ってくださったと豆腐屋の言葉が、尾になる。お牛そらえ全集は、三ス書房と、川出書房新社から出版されていたが、いずれも完結していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。